トラミカスはポーランド各地の路面電車で使用される超低床電車。同国の鉄道車両メーカーであるペサが初めて製造した路面電車車両である。ペサはポーランドのブイドゴシチュに本社を置く鉄道車両メーカーである。1851年に創業した長い歴史を持つこの企業は第二次世界大戦後の社会主義時代は ポーランド国鉄の車両修理を手掛け、民主主義への移行による経済の自由化の中で1991年にビトモシツ車両修理工場として独立して、以降もしばらくは鉄道車両の修理を主要な業務としていたが、2001年に社名を現在のペサに変更し、鉄道車両の製造事業に参入した。一方、ポーランド各地の路面電車では、 社会主義時代から補助府に本社を置くコンスタルが独占的に新型車両の製造を手掛けており、1997年のアルストムの買収以降も部分超低床電車の製造を実施していたが、経済的な理由などで発注数は社会主義時代から大幅に減少し、2001年をもって同社はポーランドにおける路面電車車両の製造から撤退した。 その結果一時的にポーランド国内で新型路面電車車両を生産する企業が消滅する事態となり2000年代中盤以降各地の鉄道車両メーカーが参入を始めた。ペサについても2003年に既存の車両の近代化車両で路面電車市場へ参加を始め2005年にエルブロンクシデン向けの超低小電車の発注を獲得したことで 車両の心臓も手掛けることとなった。これがトラミカスと呼ばれる車種である。トラミカスは台車が設置されていないフローティング車体を中間に挟んだ型運転台の連接車で事業者の条件によって編成や機関が選択可能である。モジュール構造を取り入れた構成車体は安全性を重視した設計になっており、流線形の前面は クラッシャブルゾーンにより衝突による破損から運転手を保護する設計となっている。台車は、昇景車輪を用いた車軸付きのものが用いられ、台車を搭載する車体は、床上高さが 480mm と、フローティング車体より若干高くなっているが、その間には緩やかなスロープが設置されているため車内に段差は存在しない。主電動機は、 ドイツのホイトが製造した誘導電動機が用いられ、VVVF インバータ制御に対応した制御装置はワルシャワに本社を置くメドコムが製造を手掛けている。制動装置は回生ブレーキが用いられ、制動使用時に電力の回収が可能であるほか、台車にはディスクブレーキや電磁吸着ブレーキが搭載されている。終電装置はシングルアーム式パンタグラフが用いられ、 運転台がある、先頭車体の屋根上に設置されている。これらの電気機器は双方向ネットワークシステム、CAN を用いた自動診断システムによって管理されているほか、車両には機器の状態や診断を記録するレコーダーも設置されている。121ノルマルトラミカスが最初に導入されたのは、エルブロンク市内を走るエルブロンク市電である。 2005年に三車体連接車の製造に関する契約が結ばれた後、2006年12月21日から営業運転を開始した。2007年までに発注が実施された全6両の導入が完了しており、2012年には全車に対してエルブロンク市の名誉市民にちなんだ愛称が付けられている。120N2006 年、ポーランドの首都ワルシャワで、 路面電車を運営するワルシャワ路面電車会社は、欧州連合からの支援に基づく支電の近代化プロジェクトの一環として、ペサとの間に1 5両のトラミカスの導入契約を結んだ。これらは、ワルシャワ支電における初の100%、超低小電車にして、車内に冷房を完備した車両となった。2007年7月に、最初の車両がワルシャワに到着し、試運転を経て、 翌8月から営業運転を開始した。同年中に発注分の納入が完了し、2020年、現在は15両が使用されている。2018年3月には制動装置のうち主要な発電ブレーキに関する回路に関する障害が発見され、一時全車両が運用を離脱する事態になったが、新たな機器や回路への交換が実施され、同年6月から、 営業運転に復帰している。塗装については、当初エルブロンク市電向けの 121N の塗装パターンを踏襲し、赤、黒、木を基調としたものがペサとワルシャワ路面電車会社との協議により採用されていたが、2009年に今後の超低床電車の標準として、灰色を基調とした新塗装が決定し、同年に治療が塗り替えられた。しかし、 従来のワルシャワ市電のイメージから逸脱した、この塗装は賛否両論の議論を巻き起こし、早期に車体全体を黄色い色、上部を赤色としたものへと改められ、以降は全車ともこの塗装への変更が行われた。それ以降、この塗装パターンはトラミカスを含むワルシャワ市電の100%、超低小電車の標準塗装として用いられている。 122N ウッチ市内の路面電車であるウッチ市電を運営するウッチ市営交通会社は優先信号の導入や線路、電停の改良を含めた大規模な近代化プロジェクトウッチ地域トラムに合わせ2006年にペザとの間にトラミカスを導入する契約を交わした2008年のウッチ地域トラムの運行開始に合わせて営業運転に投入され 2020年現在重量が営業運転に用いられている。ただし一両については、台車の故障により2014年から長期にわたって運用を離脱し、2020年にペッサ製の新造品と交換したことで復帰した経歴を持つ。122NV ドゴシチュ市内を走る V ドゴシチュ市電では、2020年現在2両のトラミカスが使用されている。これらは、 同志電発の超低小電車として2007年に発注されたもので、翌2008年から営業運転を開始した。また、一両に関しては、同年にドイツ・ベルリンで開催されたイノトランスでの展示が行われている。ありがとうございます。